高萩光則は日本の実業家、JX ホールディングス初代代表取締役社長、春高根和会会長、財団法人石油産業活性化センター理事長など、も歴任。東京市大森区生まれ、父は電気技術者。神奈川県立横浜水原市高等学校を経て、1964年3月、一橋大学法学部卒業。大学では、 タデヌマケゼミ、公式野球部に所属。4年生から野球部マネージャーを務めた。1964年4月、大学の先輩から誘われ、日本工業株式会社入社。石油部門を希望し、石油部門大阪支社配属される。1969年、ナイス大学大学院に留学。本社原油調達担当課長。 水島製油所総務部業務課長などを務めた。1991年北製油所副所長。1994年から株式会社ジャパンエナジー取締役。1998年から同社常務取締役。1999年から同社取締役常務執行役員兼備行。金属株式会社監査役。2001年から株式会社ジャパンエナジー。 取締役専務執行役員2002年同社代表取締役社長兼新日高ホールディングス株式会社取締役2005年からアブダビ石油株式会社会長兼ジャパンエナジー石油開発株式会社会長2006年から新日高ホールディングス株式会社代表取締役社長また2005年から石油工業連盟理事も務める 石油の国内需要減少などを受け、石油依存を脱した新たな企業グループを作るため、2002年頃から渡り、文み明き、新日本石油社長と数ヶ月に一回食事をしたり、合併を進める手紙を送るなどし、ホールディングス方式での合併交渉を行った。2009年新日本石油との経営統合の契約を締結。2010年株式移転により、 新たに設立された持ち株会社、JX ホールディングスの初代代表取締役、社長兼社長執行役員に就任。2013年、稲畑産業取締役。2015年、春高混和会会長。2016年、JXTG ホールディングス、名誉顧問。石油連盟副会長、財団法人石油産業活性化センター理事長。 財団法人社会経済生産性本部評議員、株式会社石油産業技術研究所取締役、社団法人、助水会理事長、国立大学法人一橋大学顧問、公益財団法人がん研究会、募金推進委員会副委員長等を歴任。2009年10月31日、日本経済新聞、春光根和会。ありがとうございます。